まあ、厳しいというか、昔は一般常識だったんですけど、その中で昨日ね、お箸の、僕は食器の上にお箸をこうやって渡し箸してたんですよ。で、最近もう箸の作法とか、こう持つのはちゃんと持つんですけど、こう箸の作法とか僕あんまりやっぱりそこ行儀良くなかったんだなと思って、こう食べてる中で、三枝先生が、いや自分の息子がこう渡し箸とかしてたらもう殴ってたって言ってたから、あ、これ渡し箸って言うんだって、僕渡し箸って分かんなかったんこれ行儀悪いことなんだと思って、ちょっと調べたんですよ。渡し箸って。そしたら皆さんはね、知ってると思うんですけど、僕はね、もう、行儀悪かった。まあ、割と親にはしつけられた方なんですけど、箸の作法までは、細かくは教えられなかったから知らなかった。そして渡し箸って調べたら、お椀の上にこういうふうに置くと、もういりませんって意味になって、箸のね、その行儀が悪いというか、マナー違反というか、もういりません。箸っていうのが、まあ、昨日、三枝先生のその一言でも思って、今日調べたら、やっぱり言霊秘書の中にも箸ってあって、箸っていうのが、歯っていうのはね、二つって意味なんですよ。畑の歯ですよね。火と水の二つ。歯っていうのは二つって意味で、死っていうのは補源なんですね。補う言葉。八っていうのが全て。左右上下の二つの司るということ。だから箸っていうのは、やっぱ箸も二本ありますよね。右と左の二本。で、この行儀っていうのがあって、箸の行儀っていうのをちょっと調べたら、ものすごいね、なんつうのかな、日本のやっぱり文化って、この箸の行儀にしてもものすごい精密に作られていて、この行儀が言霊に連動してるんですよ。だから、言霊幸は、先は国って、やっぱ行儀とかそういう作法っていうのも、すべて左と右のこの言霊のけじめっていうのからできていて、箸なんてものすごい精密に行儀があるわけですよね。まあ、それをちょっと改めて昨日勉強させてもらってですね。ああ、ちょっとしっかりこれもう一度箸の行儀っていうのを勉強し直さないとなっていうふうにね、思いました。箸の話、いい話ですね。嬉しいですね。ちょっとびっくりしてですね、その行儀っていうのはすごいなと思ってですね。画像どうですか、今。行儀と、言霊がついてるってのは、しびれますいや、すごい連動してですね、ね。やっぱり魚もお頭左じゃないですか。箸もやっぱりいろんな箸の作法が調べたら出てきて、やっぱりその左の左右のけじめというので、こう作法っていうのができていて、いや、昨日の渡し箸もですね、本当にその理にかなっているっていうので、やっぱり日本人ってこういうところからすごい、なんか美的感覚っていうか、この作法をすごい重んじてた民族なんだなと思って。簡単に言うと、渡し箸すると運が下がるんですよ。いろんなことやってみると分かりますけどね。あんな小さなことが影響する。ご存知だと思いますけど、明治維新で行儀作法を作ったのは全部弓道なんですよね。で、小笠原流という弓道が礼儀作法を作ったんですけど、面白いんですよね。いやー、すごいですね。なんかそれ改めて勉強しないといけないなと思って。いや、日本はすごいですよ。武器は結局、弓を使ってから我々はめちゃくちゃ変わったわけですよね。弓がないともう本当に動物にもやられちゃうんで。弓の、だから弓取式って言って、相撲の時は弓取式をやって全て終わったって意味なんですよね。だからその相撲のバックにあるのは弓道なんです。で、この弓の形が、だからその、
偶然じゃなくて、宇野さんがその弓道家に嫁いだのも。それで、カタカナのマークもよく見ると弓が多いんですよ。そうで弓すのね。数で。だ弓っていうのもまた先生から言霊で解くといろんな意味があると思いますよ、弓もね。弓って嫌ですよね。やっぱ大和の嫌ですからね。嫌ですよね。で、流鏑馬ってのありますけど、あれ、めちゃくちゃ難しいんですよ。もうその瞬間でこう当てなきゃいけないんで、ずーっと、ね、狙ってんじゃなくて、急にお客さんとお客さんの間、時のところにダサーンってやんなきゃいけないんで。で、じゃあ、モンゴル、ジンギスカンが、日本人だったって説の中の一つに、突然、義経が行ったあたりから、弓道がもう弓が全然変わるんですよ。で、ご存知の通り、弓道の本は、その、目を全部真っ暗闇にしても当てなきゃいけないっていう、よくわかんない世界が入るんですよね。すごいですね。すごいですよね。いや、嬉しいですね。箸をそんな調べてくれて。いやー、ありがとうございます。なんか教えてもらって、僕は行儀とか割と悪いんで、いやー、言霊やるんだったら行儀しっかりしないとなと思って、なんかすごい僕は衝撃を受けました。だから箸置きがないところはもう一流の料理店じゃないんですよ。だからね、居酒屋とかっていうのはやっぱそういう違いで、やっぱ過去を思い出してみると箸の作法が美しい女性とかやっぱり違いますもんね。そうですよね。美しい女性が食べ終わった後、丼の上にポンと置いたらもう終わりですからね。そうなんですね。いやー、気をつけないといけない。もうちょっと気をつけるように、勉強が必要ですよね、作法、行 儀っそうでていすうのは。ね。言っていただかないと誰ももう途切れますね。そうですね。嬉しいですね。そんな大発見。いや、今日まだ、高田先生、訪れてない？出てますよ、高田先生。高田先生、どうぞ。喋ってください。おはようございます。おはようございます。黙って今日は聞いておりました。いかがでしょうか。黙らないで喋ってください。黙る。私も行儀作法はそんなにできる方ではないんですけど、昔、母方のおばがお茶をやってたんで、まあ、お茶の時に和菓子が出るんで、それが楽しくてね、習ってたことがあるんですけど、確かに厳しかったですね。なんか三枝先生に武士道の学校してもらいたいですよね。あ、それいいですね。なんか箸って武士道ですよね。ですね。いや、変な話、もう本当にね、もうだいぶ変わった感じだけど、10年ぐらい前まで、もう本当に箸が持てない女性がすんごい増えたんですよ。あ、そうですか。ナイフ、フォークは持てるけど、箸が持てないっていうのが、なんかかっこいいと思ってですね、気が狂いそうになったぐらい腹立ちましたね。親、何やってんだと。だから雑誌の取材で、まず箸持たせて、箸使えないインタビューはもう答えないっていうぐらい、本当に15年ぐらい前、10年、20年前、もう極端に箸が使えなかった。ところがね、ナイフフォークの勉強会は行くわけですよ、日本はね。その逆で、外人はね、箸の勉強会行ってから来るんですよ、こっちへ。だから箸うまいですよ、日本人より。だから一体箸は、これを2つがこうやってくっつけるもんだと勘違いするんですよね。でも箸っていうのは1個が固定してて、これで固定してて、もう1個はこう、もう1個はやる、この固定して、こっちでこうやってオーバーに行ったら、こうやって挟むのが箸なんですよね。だから簡単なんですよ。これ両方でやろうとするとこんなっちゃうんですよね。だからそんなことも学校教えてないし、まあ、家も教えてないし。いやー、面白いですね、箸1個でね。その箸の下のこう支えてんのが火の主になって、上のこおの動かすのが銃になるんですよ。ー。だからもう完全にこの言霊の左と右の高み結び、神結びと連動してるんですよ、全てが。こういう、この箸の行儀から言霊とか、その片側のけじめっていうのを、
昔の日本は行儀の中に全部詰まったんだなぁと思ってる。当たり前ですよ、先生。聞いてくださいよ。ハンバーグステーキは、槍と刀で食べるんですよ。槍と刀、そナうイフとフォークは槍と刀なんですよ。ですね。そうですね。それ毎回こうやって食べるんですよ。それと箸持つ、もう全然人種が違いますよ。違いますね。違いますよ。大和人は箸の行儀ありきですね。そうなんですよ。うわ、すごい大発見じゃないですか、これ。前、うちの父が、例の地方症になったって話したことあったと思うんです。直したって言いましたよね。で、最初の直し方がですね、箸をお父さんだけいい箸を持たせて、他が、箸から変えるんですよ。で、お父さんの箸ってあるじゃないですか。ありましたね、昔。これ、すんごい大事な儀式なんですよ。老人とは尊敬されないとボケるんですよ。そうですね。で、お父さんだけいい箸っていうだけで違うんですよね。で、お父さんだけ椅子も違いましたもんね。そうですね。昔はお父さんだけお頭とかね。席がありましたね。そうなんですよね。まあ、お父さんだけお頭っていうのは逆説的に言うと、栄養価が高すぎてお父さんだけ早く死ぬんですけど、まあ、それでもいいんですよ。